こんにちは。こんにちは。こんにちは。山本さん。はい。いらっしゃいませ。どうもはじめまして。この番組初めて。初めまして。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、野球が大好きということでね。そうですね。うん、野球は大好きですね。どういうとこが魅力なの？はい、いや、もうどういうとこが魅力というか、私、まあ、今51、52歳に向かっていく年齢なんですけど、ちょうど広島で生まれたの、あ、生まれたのは東京なんですけど、育ったのが広島なもんで、ちょっと今も持ってない東京人みたいな。いや、そうなんだ。からその辺をね、ちょっとはっきり言っとかないと、広島生まれ広島育ちまでなると、お前広島で生まれてないじゃないかっていう人も嘘つきやみたいな、いるかもしれないんで、ちゃんと生まれたところは東京の、まあ、新宿大久保というところで、そこまで詳しくなってる、中央病院っていう、ね、富山公園の横ぐらいにあったそこの、病院で生まれたんですけど、でも覚えてないでしょうね。そうですね、生まれた瞬間を覚えてる人はなかなかいないと思うんですけど、はい、で、まあ広島で育ったんですけど、昭和50年が広島の初優勝の時だ、赤ヘル軍団、はい、それが小学校の1年、2年の頃だったんで、そっからリトルリーグに入ったりっていうことで、強い広島を昭和50年代を見ていくうちに野球にどんあまりしてったというのが、それやっぱりさ、はい、野球を始めたきっかけってのは親父なの？いや、絶対そうですね。佐藤も親父だった？親父、いや違います、うちの親ポジション何人守ってるか知らなかったですもん。あ、野球全然、マジで？野球全く知らなかったです。母親はソフトボールやってたんですけど、父親は全く野球のことがなかった。じゃあ母親だ。でも影響でっていうより、僕クラスの3分の2が野球部なんですよ、小学校の。それもおかしい。ああ、いやでもそんな感じですよね、昔って。そんな人数いないだろ。19人です、男は。だから40人しかいなかったんで、人が。まあでも40人さ、まあまあか、うん、でそこで3分の2、多い時3分の2野球部だったんで、必然的に遊びに行く感じで野球部ですね。でも親父がカープが好きでみたいな、はい、いや親父はカープが好きというわけでもなく、アンチ巨人です。あ、当時って巨人が負ければいいけどね、はい、もう野球のテレビしかしてないけれど、とにかく野球は見て巨人を負ける姿をずっとと見さされてたということは、ある意味親父は巨人ファンだったんじゃないかなっていう。まあ、そうだよね。巨人の選手はやたら詳しいと。で、負ける姿が見たい。まあ、中日とやる、太陽とやる、広島とやる、ヤクルトとやるのは全部テレビであるじゃないですか。だけど、勝つ巨人は嫌いだっていうアンチ巨人ファンで入ったのが、あれですかね。でもそれを見ていて、まあ当時やっぱりね、家にはテレビが1個しかない時代ですから、どうしても親父がつけてる番組を見てるうちにっていうのが、まあ、野球の始まりだったように思います、ね。でも親父とキャッチボールとかもしたんでしょ？しましたね、小学校の頃。厳しかったの？いや全然そういう厳しい親父はなかったんで、うん、全くふわっと投げてふわっと投げ返すみたいな連続で、まあ親父もまあいい加減の親父だったんで、出張に行ったりいろいろしてるうちに、なんかあんまり帰ってこないような雰囲気の家庭だったんで、はい、どこ行ってたんですかね。どこ行ってたんですかね。まあよく宮崎には行ってるというのはその後分かったんですけど。なるほど、ね。それで見始めた時に赤ヘル軍団じゃない、はい、赤ヘル軍団の中で一番最初にファンになったっていう選手は誰？それはやっぱり浩二さんです。浩二さん、キングさん、はい、いやそれどっちかって言ったらどっち？どっちかって言ったらやっぱり浩二さんから入るんですかね。はい、背番号8。どういうところが良かったんですか？それはどういうところっていうか、私山本ですから。あ、まあまあまあ、そうだ、はい、あ、そういうところがあるよね。木永さっていう名前よりも山本に聞かれますんで、で、なんと私の実の弟の名前が浩二って言うんですよ。はい、別に山本浩二さんから取ったわけでも何でもないんですけど、偶然山本浩二という名前だったんで、当時広島市民球場とか、まあ、小学校の頃とか中学校の頃とか観戦しに行くと、わざとインフォメーションのところに行って、うん、広島、南区からお越しの山本浩二様わざと迷子扱いで正面玄関でお兄様がお待ちですって言うと、会場がドットワーク。そんな遊びしてたの？嘘だろじゃないです。本当の山本浩二、私の弟が歩いてきますから、おお浩二っつって。あ、嘘じゃないからね。嘘じゃないです。嘘じゃないからね、はい、小学校の浩二が来るわけです。はい、試合当然球場では大人の浩二がまあっていうことをよくやってましたね。そんな遊んでたの？いたずらしてたんだ、はい、いたずらは当然しましたね。やっぱり球場で子供の時に観戦行ったんでしょ。はい、その時に一番の楽しみって何だったの？
いやー、一番の楽しみは外野席ぐらいしか入れませんでしたが、我々は試合後にあのフェンスを飛び越えてセカンドベースまで誰が行けるかみたいな。悪ガキやなー。いや、周り全員ですよ。あのもう、まあ、確かに。で、試合終わるか終わらないかになると、もう子供たちがもうなんとかこうフェンスのところギリギリにいるわけですよ。で、終わった瞬間にジャンプして入って、もう芝生を駆け巡ってセカンドベースまで到達できるか。そしたらまああのいろんな係員の方々が来て、全部こう押し返されるのをなんとかかいくぐってベースタッチするみたいなことをやってましたね。怒られないんですか？いや、もうあのそれ以上に子どもの人数が多いんで怒りようがないですよね警備員も少ないですからそれが本当昭和50年60年前ぐらいですかね。だからそれぐらいの頃ですかね。はい。だから当然のように僕太陽の試合とかもよく見に行って、太陽ってあのリバーサイドホテルでした。なんで知ってんの？いや、僕めちゃめちゃ追っかけてました。いろんなとこの選手を自転車で追っかけてって、夜中のリバーサイドホテルだったら横の公園みたいなところで素振りをするじゃないですか。よく知ってんね。はい。それをよく行って、もう誰かで「すいませんサインください」って言ってサインもらってたもんなんですよ。それ誰にもらったの？当時だったら中塚さんとか。古いな。前泊まり古いなあの辺とかもらってましたね。いらん。豊かさんは、いや、あのされてませんでしたよね。もうスイング、スイング、いや、スイングはティーを打ちたい人は、はい、ホテルの地下に、地下っていうか、はいはいはい、ところにティーバッティングを打てるところを作ってくれて、ええ、まあ、そこでやってた。サインしてくれなかったんですか？いや、してるよ。あのね、してるしてる。いや豊かさんはね、僕は小学校の頃なんでちょうど入るか入らないかぐらいじゃないですかね。ですよね。なんで、まあ、そうだね。そうなんですよ。だから小学校が12だとしたら、中学ぐらいになってからだ、うん、俺は入ったのがね。そうですね、中学ぐらいになったら僕もそのむやみやたらと追っかけてってやるっていうのはやめたんで、小学校ぐらいの時ですかね。だから太陽ホエールズはリバーサイドホテル、読売ジャイアンツはセラベッカンとか、ヤクルトスワローズは東急インみたいなところあ、そう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 、なんかもうやたらと言ってましたね。でも野球が身近にあったよね。はい、身近です。だって佐藤なんか徳島だし、はい、俺山口だから、はい、プロ野球が身近にないじゃん。ないです、もうテレビの中の世界。そうだね、はい。なるほど。オープン戦で来るか来ないかギリですよ。ギリだな。だから、ね、幸せだったでしょ。そうですね、まあ、幸せだったってそれが当たり前だと思ってたんで。まあ、そうか。そういう徳島とかの気が出て来ないっていうのが今聞いて、あ、そういえばそうだ、それはそうだろうなという。しかも僕の時なんてフェリー2回乗らないと本州行けなかったんでまあそうだよ、2回、はい、淡路島に乗って行って、淡路島、横断して淡路島からまた本州なんで、その大阪なんてもう旅行っすから。まあそうだな。なるほど。橋ができるなんか思ってもなかったんだな。ああ、本当ですよ。あ、はあ、だから僕らの時代はそうでした。幸せですよね。でも、はい、子供の頃に見たその野球があるじゃない、はい、まあ、例えばその広島カープが優勝して、はい、50年代黄金期を作って、はいはい、で今の野球があるでしょ、また広島カープが3連覇したとか、はい、当時と今を振り返ってみたら、はい、野球の面白さって変わってきた、はい。いやー、これがですね、やっぱり3連覇したことはすごいことじゃないですか、うん、去年も一昨年もそのまま16年から、まあ、ちょっとぶっちぎり状態で、うん、まあ、CS っていうものがあるからちょっとぶっちぎるシステムになっちゃったのかなみたいな感じで、まあ、今年はね、ちょっと、うん、苦しんでますね。まあ、苦しんで、まあ、結局巨人さんなんでしょうけど、僕はその間の暗黒時代がやっぱり自分の中ではちょっと好きなところがありまして、ド M というか、浩二さん、浩二監督さんの時代とか、まあ、ご恋にさせていただいてるというか、まあ、グランドレベルとかいろいろ入って、こう、おお、じゃあ前、試合前ならちょっとじゃあ一緒に座って話しましょうやみたいなところからずっと仲良くさせていただいてたのはあったもんで、その弱い時代のカープのそのスタッフさん選手さんたちのぬくもりみたいなのが。でもね、はい、僕らはずっと弱かったじゃないですか。いや、まあそうですね。いやいや、ちょうどそこ、そうですね。いやいや、でもあ、まあ、それはそうだよね、はい、いやだけど強いチームの時よりもファンって弱い時に我々、私たちが支えたっていう方が親しみを球団に感じるというか。いや、ロッテも、そうですよ。ロッテも18連敗になってからファンの人が一気に増えたって言ってました。あ、
はぁ、あの18連敗、はい、負ければ負かるほどスタンドにファンの人が増えていったって言ってました、でそっからガーッて一気に増えたって言ってました。あのジョニーの涙の、そう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 、なんであんな時にインコース投げたんやっていうあのホームランですよまあしょうがないけどな、そうなんですよね、打った方がすごいんだから、もうそういう時にだからまあ弱い時代の方が懐かしく、そうですね、振り返られる、それは今の方が球場を足運べば勝つ試合が多いのでそれはいいんですけど、やっぱりあの暗黒の時代のマツダズームズームが2009年からなんですけど、それのもう2年後なんてちょっとガラガラでしたから、で13、4年ぐらいになりだして CS 争いをしだしてぐんと入りだしたんですけど、ちょっとあの辺もまだ10年11年ぐらいはガラガラで、もっと言うんだったら市民球場のあの昔の頃はまあ人がいなかったですからね。でも今、はい、今はさ各球団が封鎖上げるじゃない、うん、あれ広島が一番最初にやってるのね。そうですね、あの甲子園の甲子園、ね、はい、広島のファンがっていうことなんで、だから なんかねこうトランペットにしてもとか、そう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 、あの風船にしてもなんか広島のファンの方々から始まったっていう物語は多いじゃないですかね。はい、ありがたい話でございます